はい、皆さんこんにちは、フラワーディスシンです。今日はこちらのこの色合いの花束を作っていきます。まあ、簡単にね、作れる小さめのブーケですので、ぜひ最後までご視聴ください。では早速いってみましょう。どうぞはい、では始めていきます。まずはこの紫のトルコキキョウから持っていきます。このような感じですね。その隣にこのカーネーションを入れましょう。はい、こういう感じです。ここトルコは少し高くてカーネーションは少し低いような感じですね。はい、そしたら次にこのカスピアをね、ブルーファンタジアを入れていきます。はい、こんな感じですねそしたらここでこのキキョウランを入れていきます。これは前回もやりましたが、このように握り込んで丸くしていきます。はい、これで完成です。では結束して正面から見てみましょうはい、こちらのブーケはいかがだったでしょうか。こう後ろ側から見るとこんな感じですね。こんな感じです。なかなかこっちから見てもかっこいいでしょ、これね。まあ、オールラウンドです。なかなか素敵です。はい、ではまたこちらも簡単にできますから、ぜひ真似してみてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time!